あの草壁達夫はお父さんなんですけど、うん、お父さんじゃないんですよ。え、どういうこと、どういうこと。あの宮崎駿曰くですね、うん、どうも、国物のやめとこすけです。こいちです。本日はですね、はい、隣のトトロの都市伝説です。おっ！なになに怖い！今回は何ですか？隣のトトロで、はい、あまり知られていない裏設定、それから都市伝説をご紹介していきます。はい、まずですね、たつきとめいのお父さん、彼はですね、実は考古学者なんですよ。あ、そうなの？なんか、小説書いてるみたいな。考古学なんですね、はい、大学の非常勤講師っていうのをやりながら、それだけじゃ、まあ、食っていけないということで、はいはいはい、翻訳の仕事も、あー、それを返したのか。そう、いろいろ手広くやってんのね、うん、で、はいはいはい、結構ですね、実は革命的というか、うん、もうすごい研究をしてまして、縄文時代に農耕稲とかを育てるっていうのがあったっていう仮説を立証しようとして、うん、めちゃくちゃ勉強してるっていう。なんか前ちょっとメイとトトロが出会った時に、うん、縄文時代の、うん、縄文土器が出てきたじゃん。だから多分ね、縄文っていうのも結構トトロには関わってくるっていう、うん、次がですね、そのお父さんの話なんだけど、実はあの草壁達夫はお父さんなんですけど、うん、お父さんじゃないんですよ。いや、お父さんだよ。いや、そうなんだけど、そうなんだけど、お父さんじゃないんですよ。え、どういうこと、どういうこと。あの宮崎駿曰くですね、うん、声優を選ぶときに、うん、みんなこうね、ザ・お父さんというか深みのあるというか、なんか子供のために思ってるみたいな、包容力的なもの、うん、っぽいお父さんがすごい多くて、はいはいはい、それじゃダメなんだと、うん、宮崎駿のイメージでのさつきとめいのお父さんっていうのは、うん、友達と遊ぶような感覚のお父さん、うん、あ、割となんですよ、現代っぽいというか、うん、そうだね、あるよね、そういう家庭ね、そういう家庭はあるよね。そういうお父さんじゃないといけないっていうので選んでたんですよ、声優を、うん、計算で言うとなんかね、22ぐらいで産んでるんですよ、さつきを。あ、もう俺らぐらいで産んでんだ。そう、もう、そうそう、ね、そういうお父さんなんで。あ、はいはい、そんなこうね、仕事盛りの父親が、そんないいパパであるはずがないと、うん、俺らと同い年ぐらいで産んで、30いくつか。あー、なるほどね。そうそう、まだ若いから、パパらしいパパ像というよりかは、うん、まだ若いっていう男の人の接し方っていう感じなんだよね。へえー、そうなんだ。そういう設定だったんですね。だからお父さんであって、うん、お父さんじゃないんですよ。なるほどね、はい、まあ、人はなんか結構そういう一面はありますから。そうだね、二面性とか言うよね。そう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 、家の中と外とか違うとかありますから。で、次はですね、実は隣のトトロ、うん、最初は姉妹じゃなくて一人っ子っていう設定だったんですよ。へえ、うん、ポスターを見るとトトロがいて、そのバス停で待ってるとこでトトロがいて、サツキでもなくてメイでもないんだけど、うん、その中間ぐらいの女の子がこうやって傘差して立ってるっていうポスターが最初出てるんですよ。もうサツキオンリー、メイオンリーとかじゃなくて、じゃない、もう別の誰かがいたんだ。そう。ああ、そうなんだ。全然わかんない、女の子が一人。ああ、そうなんだ。はい、ただそのね、うん、物語がちょっと一人っ子だと短すぎちゃって、うん、それをなんか膨らますために、うん、サツキとメイの姉妹っていう設定でやってるんだ。あのメイがいなくなっちゃったっていうくらいでじゃそもそもなかった。そう。ああ、でそのポスターも最初に作成しちゃってるから、だからそのまま使われちゃって、たつきとめいでもない女の子が劇場用ポスターで見てみたらなんか姉妹だったっていう。え、あ、本当に使われてたんだ。本当に使われてたんですよ。あ、じゃあ全然このポスター何なんだっていう話なんだ。そうそうそう、ちょっとね、出せないとは思うんだけど、じゃあ皆さんはぜひなんかちょっと調べてみてみてください、うん、これさつきでもない、なんかアリの子みたいな子がいる。そうそうそう、おー、いるんですよね。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。へぇー。で、こちなみにこのポスターに書いてある、うん、この変な生き物はまだ日本にいるのです多分っていう文言、はいはいはい、これもともとはこの変な生き物はもう日本にはいないのです多分だったんだけど、宮崎駿がいや、こっちの方がいいっしょっつってまだ日本にいるっていう方に変えたっていうエピソードもありますね。あ、そうなんだ、はい、あ、でもこっちの方がいいね、なんかいい感じするよね。そうだね。で、次がですね、メイが最初にトトロを見つけて、うん、なんかボフンボフンってお腹の上に乗って、はい、あなたトトロっていうのね。そうそう、あの時にまずメイが、あなたは誰、はいはい、真っ黒クロスケって言ったんです。ああ、はいはい、そうです。その時トトロがバーって言うんですけど、あれ実は、うん、眠いよーって言ってるらしい。
いや意味が分かんないです話だと通じてないですよね。ああなるほど。そうメイがその後に、はい、トトロあなたはトトロって言うのねって言ったじゃないですか、はい、その時はトトロは、うん、分かりませんトトロも意味が分からない分かってこの生き物何を言ってんだと。ああそうなんだ、はい、化け物同士の会話絵コンテかなんかにそれは書いてある。あ書いてあるんですね。ああそうなんだ。そういう設定だったんですよ。隣のトトロの時代設定って実は昭和28年なんですよ。でその時サツキが12歳で、蛍の墓の節子は昭和20年生まれで4歳、うんはいはいはい、だから実は節子とサツキは同い年なんですよね設定上。そうなんだ。そうへでしかもさトトロと蛍の墓って同時上映してるじゃん、はいはい、でまあ、同じ時代設定同じ年に生まれたけど、うん、一方はトトロっていうか不思議な生き物と出会って楽しい世界というかそうだねを描いて、もう一方は戦争の辛さとかをね飯が食えなくて、うん、飢餓で苦しんだね、うん、お話はね死んじゃうっていうちょっと対比がね、うん、あるような作品同士っていうね、時代設定は一緒なんだ。一緒なんですよ。ちょっと話似てるんだけど、うん、隣のトトロとホタルの墓が同時上映した時、上映が一緒だから、うん、制作の時期も一緒だったのよ。同時進行だったんだ。ずっと一緒にやってた。でただですね監督が違うんですよ。ホタルの墓は高畑勲なのね。あのジブリを作った3人のうちの1人。そうでこの時トトロとホタルの墓のスタッフをね同じ人員で2個作んなきゃいけないじゃん。だから高畑勲と宮宮崎駿で、うん、ホタルの墓とトトロ の、 そのスタッフの取り合いが起きてたっていう、うん、へえ面白い鈴木敏夫プロデューサーがやってるのが、はいはいはい、トトロとホタル、うん、どっちもその企画を成立させるまでも大変だったんだけど、うん、まあどっちも一気にやっちゃおうということになったと、うん、で宮崎駿はそこにいたスタッフを全員手に入れるまで取り合ったって言ってるんですよ全員に声かけて、うん、お前もトトロ、はい、お前もトトロ、お前もトトロ声できないやんそうだからその時、蛍の墓のスタッフがゼロになるっていうそのあったのそう、何回かあったらしい何回かあったんでしかもちなみにどっちが好きなの俺的にはトトロだね。あ、蛍の墓でしょ、普通蛍の墓好き、うん、そうなの、俺ちょっと悲しくなっちゃうから、見ててまあ俺も本当はトトロなんだけど、でも俺トトロ欲しいからじゃあ蛍の墓ってしてよ。いやだ、俺トトロ好き。なんで俺トトロ好きだな。俺の方が好きじゃん。そう、ちょっと最後にうわっじゃあ次はですね、カンタのお父さん、うん、知ってます？おばあちゃんしか分かんない。おばあちゃんがメイがいなくなっちゃって、うん、靴見つけたじゃん。その時に、うん、結局サツキがこれメイのじゃないと言った時に、うん、なんだばあちゃんの早とちりかよって言ったのがカンタのお父さんです。何その激レアあ、そうなの。そう、それはもう一回見たいね。絵コンテにカンタの父って書いてあるんですよ。あ、そうなんだ。そう、映ってんの。映ってます。あ、そうなんだ。出てきます、はい、で最後ですね、はい、宮崎駿監督がですね2013年に受けたインタビューで、僕は結果的にトトロっていう作品がピークだったんですって言ってるんですよ。へー、千尋で来たけどな。そう、なんかピークだったのって。でもそれのピークっていうのは、うん、そのストーリーのピークじゃなくて、うん、絵のピーク。うん、なるほど、はい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 。美術的なピークが隣のトトロだったっていう風に言ってます。あ、そうなんだ、はい、でなんか宮崎駿の絵の理想が初めてうまくいったのがこの作品だったと。へー、なんか感慨深いものがあるな、うん、やっぱトトロはやっぱなんか思い入れがあるんだね。あるんだね。ってことで以上、うん、隣のトトロ都市伝説でした。いやー、もう何回もトトロやってきてますけど、まだまだ出ますね。全然知らないことほんといっぱいある、ね、いっぱいあるね。すげえな、深すぎるよ、ね、深すぎるな。俺らの動画こんな深み作れないよジブリはまだまだ、はい、深いと言いますか、そういうことですね。じゃあまたね、次回の都市伝説お会いしましょう。さよなら、さよなら。